国土防災技術株式会社さん、山水ナビコ株式会社さんの共同ブースにお邪魔しています。まずは毛利さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらずらっと並んでいますが、はい、今回展示されているのはどういった製品でしょうか。今日は土の残留強度を精度よく求める試験技術をご提案しております。はい、この地滑りっていうのは何なんですか。地滑りですが、比較的緩やかな斜面で、地層の粘土層や滑りやすい層が地下水などの影響によって土の塊が動く現象のことを地滑りと言います。はい、地滑りで移動した土の塊と動かなかった地盤の塊の層の境界を滑り面と言います。この地滑りの安定度っていうのはどのように計測できるんでしょうか。土の安定度ですが、土の完全軟化強度や残留強度を求める必要があります。土の残留強度なんですけれども、土を旋断させた際にピーク強度に達した旋断抵抗が低く定常状態になった状態を残留強度と言います。その残留強度を測るにはどのような方法があるんでしょうか。はい、土の残留強度を求めるためにはリング旋断試験や繰り返し石面試験機などを用いて残留強度を求めます。はい、当社ではリング旋断試験機や繰り返し一面旋断試験機を多数保有していまして、まあ、こちらで精度よく残留強度を求めるような技術を提案しております。はい、ではまずこちらですね。こちらはどういった技術なんでしょうか。こちらはですね、先ほど説明した滑り面を明瞭に持たない教師体での試験に用いています。はい、教師体を全体的に変形させることによって土の残留強度をより精度よく求めております。はい、でまた現場なのでデキなどの大きなデキを含んだ教師体でもこういった大きな試験機を用いることによって全体を変形させて試験を行うことができます。こちらは高さ6センチ、直径15センチとなっております。はい、ですので大きなデキを含んだサンプリングでも試験が可能な機構になっております。なるほど。ではその試験技術どういったものなのか教えてください。はい、当社ではリング旋断試験機をご用意しております。リング旋断試験機なんですけれども、こちらは土を 0.425 の封印を通して調整することで試験を行います。こちらは一方向に土を旋断させることによって大変異の旋断変異を求めることができます。でこちらはお客様のご要望によって投資体や試験や排水道圏などを検討して試験のご提案をすることができます。はい、繰り返し一面旋断試験なんですけれども、こちらは上下の旋断箱を前方後方に移動させることによって残留強度を求めます。でこちらなんですけれども、現場でサンプリングしたコアを直接残留強度を求めることが可能でして、こちらでより精度の良い残留強度を求めることができます。はい、今後こうした技術どういったところで活躍してほしいですか。近年多発する地滑りなどの安定度の解析に活用していただきたいです。では続いて大野さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。はい、今日はですね、安全に詳細な記録を残せる点検手法である集水性 3D 維持管理技術を紹介いたします。はい、もう集水性鋼というのはどういったものなんですか。はい、集水性鋼というのはですね、地滑りを引き起こす原因の一つである地下水を排除するための施設です。この技術の開発どういった背景があったんですか。はい、この集水性鋼なんですけれども、全国で推定約1万1000基以上ありまして、はい、で施工開始直後から60年以上が経過しています。で、老朽、まあ、60年以上経過しているので老朽化がどんどん始まっていくと思うんですけれども、はい、井戸の内部がですね、腐食したりとか、はい、中排水機能が低下したりとか、あとはですね、腐食によってその施設自体が破壊されてしまうっていうことがあります。で、国としても5年に一度集水性の点検というのをやっているんですけれども、基本的に井戸の内部に人が立ち入って立ち入り点検をしています。で、立ち入り点検の時にはなんですけど、
まあ、酸欠とかガス欠とか転落っていう危険性が伴うので、はい、もっと効率的に施設を点検できる手法を当社では開発をしました。じゃあ具体的にはどういった技術なんですか？はい、当社で開発した集水性 3D 維持管理技術はですね、立ち入り不要のカメラ点検手法技術です。このようにですね、井戸の上の方からカメラを吊るして、で角度を変えながら集水性を撮影することで井戸の内部の点検を実施するというものです。高画質な成果物を得ることができます。撮影時間としましては、井戸の深さにもよるんですけれども、基本的に3人で1球を点検する場合はですね、はい、2時間ほどで点検が完了します。こちらは結構大きな機材が必要なんでしょうか？いや、大きな機材は不要でして、人力で機材は全て運搬できます。なので徒歩で行ける、たどり着ける場所であれば、はい、どこでも撮影すること、点検することが可能です。写真測量の手法で、写真を点群データ化して3D モデルを作成したりですとか、シームレスなつなぎ目のない展開写真を作成することができます。集水成功の維持管理分野でのデジタルトランスフォーメーションを大きく推進します。こちらは現在御社1社のみで研究されているんでしょうか？いや、そうではなくてですね、はい、国立研究開発法人の土木研究所と当社を含む5社の方でですね、研究、効率的な点検ができる手法について研究してまして、はい、で当社のみがですね、3D モデルを作成できる点ですとか、シームレスな展開写真を作成できるっていうところを紹介しています。そうなんですね。そこが御社の強みでもあるということなんですね。そうですね、はい、はい。そしてまた何か賞も受賞されているんですか？はい、表彰実績としましては、最近ですと第5回インフラメンテナンス大賞で農林水産省所管の特別賞を受賞しました。こちらの技術、どんな方々に使っていただきたいですか？はい、この技術についてはですね、観光庁や都道府県の地産分野や土木分野に取り組まれている方々や道路管理者の方々に使っていただければと思っています。では続いて田中さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。田中さん、こちらの仮設エコバインド工法、こちらはどういったものなんでしょうか？表面侵食による落石が発生しやすい斜面に対して本施工時の安全を確保するために短期的に斜面を保護する工法になります。はい、でこちらにもあるんですけど、はい、園庭や土留め工などでは表面侵食による落石が発生しやすい斜面を背に作業を実施しなければならない場合があります。はい、このような場合、事前に仮設エコバインド工法を実施することで背面の安全性を向上することが可能です。これにより背面の侵食は抑制され、本施工を安全に安心して施工できます。はい、こちらの工法はどういったメリットや特徴があるんですか？はい、モルタル吹き付け工では下地に金網が必要になるんですが、エコバインドでは固化速度が速いため下地の金網が必要ありません。2つ目は固化物は多孔質、いわゆる小さな穴がたくさん開いているのですが、通気性、通水性に優れています。そのため流水箇所が発見しやすくなったり、亀裂が目視できるため危険予知がしやすくなります。3つ目は、固化物から溶出する成分が環境基準未満のため環境負荷が少なく食生工との合併が可能ということです。4つ目は、モルタル吹き付け工と施工機械や施工方法が同じため特別な機械は必要ありません。こちらの技術、どういった方に使っていただきたいですか？斜面の短期的な保護や施工時の安全を確保したい方々に使っていただきたいです。